人にするし渡せ。やべ、渡せ。やっぱり生きとったか。帰ってきよったな、堂島の竜が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？何を言うとるや。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねんが美味しいとこ持っていけやがる。足りねえぞ、こら！このネスティングに見立てると思ってんのか。私の番です。なめんなよ。どうした。よし、いざ。とっておきだ。強くなった気がするぜ。一つ上の男。いいじゃんな。じゃあな、カスガ、一つ借りとくぜ。よう、イチ。大家さん、すみません、体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。そうか、いい仲間を持ったな。うん、いいことだ。おやさん、今まで本当によく生きててくれたな、イチ。おやさん、待てよ、なんだよそれ。あんたから。イエスね、さっきからそう言ってる。言ってる意味がわ、ま、必
要以上に金があると、いろんな方面に6代目の大悟君とは親しくは言っても、ドラムロ町参詣作戦の時にた。じゃあ、真島さんや。もちろん。伝説の極道たちっつっても、案外気さくなもんだったよ。ところがそんな彼らを、奇遇にも別口であった一番が助けることになるなんてね。助けるなんて、俺まあ、おやさんたちに胸借りて、無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけで。おお、一番くんはおやっさん大好きだよね。おお、今日は二人で会う。おお、デート。ああ、たっ。そっちが先約だったのに悪いな、一。星野会長とはもう40年ぶりだよ。そんなのから誘われちゃ断れねえからな。いや、だからもういいですって。相手が平安楼の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえし、そもそも俺なんかがおやさん飯に誘うのが身の程をわきまえてなかったっつうか。バカ野郎、俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。飯食う相手に身の程もクソもねえ。近江連合の解散届が出されて、そてまだみんな戸惑っとるみてえだな。近江の組員たちも、町の肩書きの皆さんも。100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それも当然だろ。近江の跳ね返りが暴れたりはあってもたかが知れてるだろ。解散届をあれだけの大人数で止められなかった言い方は悪いが、奴らのメンツは今回の一件で回るつぶれ。そんなのが今さら騒ぎ立てたところで恥。そこまで見越しての計画だったんですか。いや、やれることをやった結果ってだけの話だ。先を見越すだなんだってそんな余裕俺にはなかった。ところがそんな風には見えねえから、おやさんは役者なんすよね。蒼天堀の一件でマサトは怒ってるだろうな。怒り狂ってるはずだ。何の相談もなく、あいつが後ろ盾にしていた近江連合を解散させたんだからな。あいつの感触だけは俺も昔から弱らされたもんだ。はあ、いくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね。親子ですからね。だがそうのんきなことも言ってやられねえ。え？六代目は私は、あいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてた。むしろ正人が俺に登場会を売るように迫ったことでその計画が早まったって見方もある。正人は自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえと、あいつは身を滅ぼす。きっと手にしたものすべてを失ってしまう。そんなあいつの姿を俺は見たくねえ。さあそろそろ行くか。おやさん。ん？さっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよね。じゃあこの先大家さんはどうする気なんですか。これから何を。六代目は私たちは組織を解体した後やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのためにいずれ何かしら合法的な受け皿を作りたいと言ってた。
その時期が来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。じゃあ体は空いてるんですね。なあ何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってな、こういう気持ちなのかね。なら、これからまた俺をおやっさんの子分にしてくれますか。石、おめえ、俺はおやっさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。16の年に命助けてもらって以来ずっとです。俺はお前をマサトの代わりに無所に生かしたんだぜ。18年もだ、組のためだと嘘までついて。でも納得して入ったんですから。その上出所してきたお前を俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですもんね。いや、お前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。俺がお前にしてやれたことなんていくらもねえ。いくらもねえどころか恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんならまた俺を子分にしてくださいよ。なあ、一応お前ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。ええ、そうらしいです。でもすげえ話だよな。俺にはその話がトラウマになっちまってる。え？夢を見る時があるんだ。夢ですか。ああ、40年前の大晦日、茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかがソープで、そんなわけねえのによ。やめてください、恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんてねえ。お前は地に足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねえ。ありがとうございます。会いたいか、父ちゃん母ちゃんに。どうなんすかね、わかんねえっす。知らねえことがもう当たり前なんで。苦労したんだもんな。俺が言えたぎりやねえが。夢で見た話だった。全く不毛だな。見送りはここまででいい。また明日な、イチ。
春日一番です。今出れないんでメッセージをどうぞ。青龍会の星野だ。春日、これを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方、荒川の死体が港に上がった。